皆さんおはこんばんちは。いらっしゃーせー。ポリポリ大根ゲームズ、ハイソードオーデショーシリーズにようこそ。ゆっくり霊夢と、ゆっくりマリサと、ポリポリ大根です。前回の動画のコメント欄で、ドイツにシンデレラ城のモデルになったお城があるという情報をいただきまして、はい、場所を調べてみたら意外と近いということで、素晴らしい。ノイシュバンシュタイン城は、ドイツとオーストリアの国境付近にあるらしく、もしランドマークとして登録されているとしたら、オーストリアのインスブルックとドイツのミュンヘン、もしくはインスブルックとシュプットガルトとの間かと思われます。ところがここで一つ問題があるわけです。イタリアからオーストリアに行けるお仕事が見つかりません。そこで我々のアイディアは、こうです。とりあえずドイツ語圏に行ってみるさせん。適当すぎねえ。いえいえ、スイスとオーストリアはドイツ語の話者が圧倒的多数なので、きっと仕事も多いはず。なるほど。ということで今回の目的地は、スイスのチューリッヒに決定。それでは出発です。さあ現在我々の本拠地であるミラノの郊外を走行中です。スイスって、すごい山がある国でしたっけ？いやすごいどころの騒ぎではありません。アルプス山脈です。ハイジの国でしたか？その通りです。では気を取り直していつもの航路行きましょう。さあ始まりました。ユーロトラックシミュレーター2で巡る、ヨーロッパ24カ国武者修行編。ついに国境をまたぐ仕事をゲットした我々は、借り物のトラックでミラノを出発。ドイツのすげえ城が見たい。見えるかどうかもわからない城を目当てに、北の金持ち連邦スイスのチューリッヒへ向かう。教えておじいさん、あの城はなぜ私を待ってるの？さあいでよアルプスの少女ハイジ。はい、そうどうでしょう。ヨーロッパ24カ国完全制覇の旅、スイスに行っちゃえ。さあ、高速に乗りまして、すぐそこが料金所ですね。ですね。今日の積みには、フォークリフトとなっております。先ほどからウプ主が Google マップを食い入るように見ていますが、今日のルートは？いやどう見ても、アルプス山脈を越えるコースなんですよね。はいー、まさか登るんじゃないわよね。おそらくトンネルだと思うんですよ。アルプス山脈って、スイスのレマン湖からオーストリア国境まである大山脈なので。端から端までじゃんか。自然っておっかないわね。そう、すごいですよね。山がたくさんありますから、トンネルもたくさん抜ける可能性が高いです。まずいなぁ。霊夢さん、あなたトンネル苦手でしょ？どうも視界が狭くなると調子が狂うのよね。気をつけていこう。そういえば、スイスの首都ってどこなんですかね？チューリッヒ、ジュネーブじゃないの？国連があるとこだろ？いえ、ベルンです。やばい、聞いたことないわぁ。スイス最大の都市はチューリッヒですが、首都ではないんですね。さっきまでいたミラノもそうでしたね。うん、結構外国って、経済の中心になってる都市と、首都が違うんだよな。なんか見えてきましたよ。ゲームのマップ上では宿泊施設のマークが出てますが。あれアパルケージュ？どういう意味？意味は駐車場ですが、両国の国旗が出てるので、ここは国境ですね。ってことは、スイスに入りましたー。やったー。ずっとイタリアにいたから、なんか外国気分だな。イタリアも外国なんだけどね。ずうずうしくも、すっかりイタリアがホームになっております。早速山が見えていますね。画面右下では、ゲーム内のマップを表示しています。ひたすらトンネル抜けながら北上するルートですね。今回は、よく眠れると思います。なんせアルプス山脈を越えるわけですから、おそらく景色は山ですよ。ひたすら山。アルプスの山といえば、モンブランとかですかね。は、ケーキじゃないぞ。なんだ。モンブランはアルプスで一番高い山だと思いますけど、イタリアとフランスの国境にあるので、ここよりかなり西になりますね。マッターホルンっていうのもアルプスの山じゃなかった？おう、それな。マッターホルンとかモンテローザは、スイス領ですが、やはり西になりますね。なるほど。西アルプス山脈、東アルプス山脈、という呼び方をするみたいですよ。有名どころの高い山は、西の方にまとまってるわけか。いずれ行く機会があるでしょう。なんせ全都市制覇を目指してますからね。さあ景色が妙に神々しくなってきました。神様でも住んでるんですかね。あの山、左手には町がありますね。こういう町を拠点に登山やハイキングに行くのかもですね。前方には本日最初のトンネルが見えてきています。出発時にウプ主が見た Google マップによると、リアルにミラノからチューリッヒへ向かう道中だと、トンネルの数が、なんと驚きの20以上。20を超えた時点で数えるのやめましたが、おそらくゲーム上では、これがギュッと簡略化されていると思います。それからさっき Google マップを見てて気づいたんですが、かなり長いトンネルが一つありました。どのくらい？もう輪っかみたいに長いやつ。それでは、ゴールまでの間に通るトンネルの数や長さにもご注目を。大したことなさそうだな。
一つ目のトンネルを抜けました。2つ目のトンネルが見えてきました。ちなみに今日はこの撮影の前にパルマからベネチアに配送してたんですけど、マリサがどうしても運転したいと言い出しまして、そういう時もありますよね。運転を変わってみたところ、突然雨が降り、高速に乗って5分しないうちに道を間違え、散々迂回してようやくベネチアの出口に来たと思ったら、よその車が事故を起こしていて通行止めで降りられない。豆腐メンタルを3段階でぶっ潰されましたね。手に汗握るゲームプレイでした。いやー、トラックの運転って難しいですね。今何時？7時半だな。もうすぐ日が暮れるぜ。さあ今日3つ目のトンネルが見えてきました。いやー、今日は山と森に癒されるドライブですね。ゲームだと実際の空気を感じることができなくて残念だけど、スイスはやっぱり日本より涼しいのかしら。そうですね、大体平均気温が東京より5度から10度前後低いようです。冬は寒いんだろうけど、夏なんか過ごしやすそうだな。さっきお話ししたマリサの月に見放されたドライブの話ですけど、結局安心して見られない理由から全面カットになりましたが、高速を降りられないレベルの通行止めというのがあるってことなんですよね。ゲームのオプションで迂回イベントの発生頻度を設定できるんですが、今のところデフォルト設定なのでたまに発生するレベルになっています。さあ2つ目のトンネルを抜けました。景色は相変わらず山ですが、切り立った山に囲まれた小さな町が右手に見えています。残念ながら寄り道はできないみたい。よく見ると鉄道が通ってるみたいです。鉄道に前方に切り立った山ってことは、もしかしたらさっきの町はアイロロの町かもしれません。ほう。そしてあの山々はランクトゴッドハルトという13世紀まで死者が続出していた悪魔のような峠かもです。ゴッドハルト？そういえば地図に載ってたばっかみたいに長いトンネルがゴッドハルトなんとかだった。今日一の長いトンネルが現れるのかしら。入り口が見えてきました。鉄道の線路も別のトンネルに入っていってる。日本の税関トンネルを抜いて世界で最も長い鉄道トンネルらしいです。あらららららら、工事か。ああ、第二トンネルを建設中だそうですよ。だから左のトンネルを通れってことなんだな。それじゃあ長いトンネルとやらに行ってみよう。あら、なんだか近代的。さっきまで結構レトロな雰囲気のトンネルでしたからね。本当に長そうですよ。思いっきり簡略化したリアルなマップでできてるんですよ。これ、日本のマップは出ないんですかね。実は有志が自分たちで作ってるらしいですよ。やってみたいけど、問題が一つありますよね。あれでしょ？左側通行。だな。いやでもいずれイギリスに入った時に、この問題に直面しますけどね。右ハンドルのトラックに変えればいいんじゃね？その予算があるかどうか、
なんでイギリスと日本は左側を走るのかしらね。いい質問ですね。日本はもともと、いろいろとイギリスの真似をして作っているから左なんです。それだけの理由ですか。日本とタイはイギリスを真似して左側通行。インド、オーストラリア、ニュージーランドはイギリス領だった経験があって。つまり全部イギリスのせい。それをこのゲームはリアルに再現しちゃってるんですか。しちゃってますね。イギリスのマップは左側通行でした。このゲームは2012年のリリース以降、数々のアップデートとダウンロードコンテンツが発売されていて、進化し続けているらしいから、頭が下がりますよ。そういうのを聞くと、国産の某有名ゲームが DLC の発表を何本も取りやめた例を思い出して、なんとも複雑な気持ちになりますね。ああ、あの某 F というゲームですね。ちなみにこちらのゲームは、4月にイベリア半島の追加 DLC が発売される予定です。イベリア半島って、スペインとかポルトガルか。そう、そしてさらに、先日、ロシアの DLC の発売予定があることも発表されました。私たち、一生これで遊べるかもしれません。抜けましたー。長かったなー。じゃあ、そろそろ視聴者さんたちを寝かせてあげましょう。はははは。我々は引き続き喋ってますが、話し声の音声を消して、字幕だけ出しておきますんで、ゆるりとお過ごしください。
が必要です。その先、右方向です。右方向です。はい、ということで今回はイタリアのミラノからアルプス山脈を越えてスイスのチューリッヒまでの配送でした。イタリア、スイス、ドイツ、オーストリア、この辺りでしばしビジネスチャンスを伺っていきたい、あわよくば観光スポットを訪れたいというところで、今回はこの辺でお別れです。最後までご視聴いただきありがとうございました。よかったらまた一緒に旅しましょうね。それでは皆さん、おやすみなさーい。